皆さんこんにちは、夏色です。今日はですね、インスタグラムでちょっと質問を募集しまして、でその質問に答えていこうと思っています。夏休みは子どもたちと何かしますか？どこかに行きますか？夏休みスタートしますね。もう少しで2週間後とかかなと。東京は夏休みの期間が長いんですよね。私秋田出身なんですけど、秋田は冬休みの方が長かったので、夏休みすごい長くて、去年娘が1年生になった時にちょっとびっくりしました。え、休みすぎじゃない？と思いながら結構長くて、今回の夏休みは、まあ、もちろん秋田にも戻るんですけど、どっか行くかな、行けたらいいなっていう感じなんですけど、前にね、子供と一緒にレゴランドに行ったんですよ。お台場にある、もうキャパ的にも親的に言うとね、入場料の予算としてもすごくおすすめです、レゴランドで。アスレチックみたいな体を動かす場所もあるし、やっぱレゴなんでね、こう作るところもあって、最後はお土産コーナーみたいな感じでレゴがわーって売ってて、もうとにかくね、ずっと入れるじゃんってぐらい楽しくて、子供もね、すごいおすすめです。ご飯を食べるスペースがあって、飲食スペースがあって、飲食スペースのすぐ近くでこう、アトラクションじゃない、こうアクティビティ、体を動かして、遊ぶっていう場所があるので、ご飯を座る場所から見ながら子どもたちが遊べるっていうのもあったり、ご飯食べるスペースの角っこにもちっちゃいレゴブロックがわってこう積まれてて、そこでもレゴ遊びができるっていうので、なんかこうご飯食べ終わって、子どもはもう遊びたいじゃないですか。でもその遊んでる姿を近くで見ながら、大人は少しでもゆっくりご飯を食べることができるっていうのだったりして、まあ、混んでると難しいと思うんですけど、だからすごくね、レゴランドはおすすめです。特にまあ平日の昼間行ける人はね、人も少ないので結構穴場かなと思って、まあ、うちの子供たちもレゴは大好きなので、ぜひ行ってみては良いのではないでしょうか。おすすめですね。まあ、夏休みはさすがに混んでるかもしれないけど、はい。これがすごく多かったんですよ。インスタグラムのストーリーでね、あとツイッターとか X の方でも、夜勤頑張ろうねっていうので、写真と一緒に載せてたんですけど、その写真が、アプリを使った、アプリのね、この授乳している人数っていうのが分かるアプリで、そのアプリを利用している人がね、でそのアプリが何ですかっていう質問ですね。ストーリーの子育てアプリ、ストーリーに載せてた子育てアプリを教えてくださいっていうのと、あとね、おすすめのママベビーアプリを教えてくださいっていう質問をいただいておりました。まずその私が使っている授乳アプリっていうのが、体の音のアプリシリーズの、授乳ノートっていうアプリですね。これがその授乳したとか、ミルクを母乳なのかミルクなのかあげたとかっていうのだけじゃなく、まあ、うんち、おしっこ、沐浴、あとまあ細かいこと言うとねんねしたよとか、結構そういう細かいのをこうボタン一つで入力するだけで、記録できるんですよ。1人目の時は手書きで紙に書いてたんですけど、その育児ノートみたいなのをね、濡れちゃったりとか、あとちょっと書く場所間違えたとかっていうので、こうぐちゃぐちゃぐちゃとかって消しちゃうと、ちょっとこう見た目あんまり良くなくなって、なんかこうモチベーションが下がるんですよね書くのは私は好きなので、文房具とかも好きだし、そういう書くのは好きなんだけど、なんかちょっと変にこだわりとか出てきちゃって継続しなくなったりとか、あと後で書こうってなると書き忘れちゃうんですよね。何分だったかなとか、何時だったかなとか。でもアプリだともう携帯でね、もうポチポチっとやってすぐできるので、結構このアプリはおすすめですね。授乳ノートっていうね、体ノートシリーズは、あとは離乳食の、
アプリもあったと思うので、まあ、離乳食スタートしたら今度それを使おうかなと思っています。で、他におすすめのアプリなんですけど、ママパパマップっていうアプリがあるんですよ。これもおすすめ。これはあの、まあ、私東京に住んでいて、ちょっと東京のね、自分の住んでいる生活圏内から外れた場所にちょっと例えばお友達とランチに行くとか、まあ、仕事とかも私はあの今の時期はまだ子供を連れて行ったりしなきゃいけないので、あの行かなきゃいけないって時とか、あと家族でお出かけとかした時に、おむつ替えのある場所、授乳がある場所、それこそこうミルクが作れるお湯があったりするよとか、あとはそこの施設の口コミが細かくわーって出るアプリなんですよ。これはすごく便利です。なんか知らない場所に行った時も検索すると、あ、ここで授乳室があるんだとか、あとこう、うんちしちゃったとか、あとこう汚しちゃったお洋服をで着替えさせたいけど、こんななんかこう人前のところで着替えさせ、裸にさせるのもなって思うじゃないですか。でトイレでなんかこうおむつ替えの台がなかったりとかした時とか、こう調べると出てくるんですよ。パパパパって現在地の近くにポポポポって出てきて、でその口コミをタップすると見れるんですよ。でここの授乳室はジムの更衣室でしたとか、ちょっと乳が気になりましたっていうコメントとかあったりして、あ、じゃあそれならやめとこうとか、とここの施設は土日は空いてませんとか、あの口コミがね本当あるのがありがたいですね。ただ情報とかあるよっていうだけじゃなくて、利用した人の感想が載ってるのもすごくよくて、もうこれはね、赤ちゃんが生まれた方、お子さんいる方で、まあ、特にお出かけするよっていう時はすごく便利なので、こう事前に調べておくって大変じゃないですか。実際行ってみてそこのルートにたどり着くかも分かんないし、あの目的がね、あのここに行く予定だったけどこっちに変更しようとかで変更した時に、あ、でもここの授乳室とかおむつ替えの場所調べてないって、またそこで検索するのって大変じゃないですか。抱っこしながら検索するとか、外でとかね、まあ車の中でとかも分かんないですけど、その場で検索するっていう、こう一個タスクが増えることが私としては結構ストレスで、でも事前に調べとくってなると、なんかこう出かけるまでのこう情報を常にこうわーって集めておかなきゃいけないのも大変で、これはあのすごいおすすめですね。パパマママップ、ぜひあのママだけじゃなくパパもダウンロードして、見るといいかと思います。すごいね、ママのサポートになると思います。あと、次はね、こう遊びのアプリになるんですけど、ウジャブっていうアプリ、このねピッて線を引くと、指で線を引いたところに道路ができて車が走るんです。また別の場所にピッてやると道路が増えるんです。ピッ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 ってちょっと道路がバーッと増えて、車がわーってウジャブってなるアプリで、これはそうですね、2歳ぐらいからかな、男の子たちが、うちの子は結構気に入って遊んでいますね。5歳の長男もこれを、例えばそのご飯食べに行った時とか、もう子供たちは食べ終わってちょっと飽きちゃったっていう時に、じゃあこれやって遊んでなって言うと結構楽しんで、で車もランダムで救急車とかでパトカーとか来るんですよ。そこ見つけた、救急車、あ、パトカー今通ったよとかっていう、あ、赤い車とか、なんかこう楽しんでくれるので、まあ YouTube とかね、こう動画を見せるっていうのでこう紛らわせるのもいいんですけど、その車のゲーム一つで一緒に見ながら、あの会話をしながらこうゲームをね楽しめるので、なんかこう孤立しないかなと思って、ウジャブおすすめですね。あとは、アソベビーっていうアプリもおすすめですね。これはもうちょっとちっちゃい頃からできるかな、2歳1歳半2歳ぐらいからできるかな。なんかリンゴを押すと、リンゴが木の上になっているリンゴを押すとポタポタ落ちるとか、まあうちの子たちがハマってるのが、お尻のイラストがあって、お尻を押すとおならの音がして、うんちが便器に溜まっていくんですよ。で便器を押すとザーッ
って流れるっていうのがこのアソベビーの中に入ってて、これはさすがにね、飲食店とかご飯食べてる時に、まあ、大体携帯はね、ご飯お外で食べてる時にちょっとこれ 見て待っててとか、ちょっと暴れちゃうからね、騒ぎ出したら走り回っちゃいしちゃうから、ちょっとこれを見てちょっとじっとしておこうねっていうので、それを開いちゃうから、待って、飲食店でそれはやめようみたいな感じでそれは止めたりするんですけど、でも、まあ、特に僕ちゃんたちはそういううんち系は好きですね。まあ、楽しいですね、うん、あとね、なんだろうな、あ、トカボカジュニアっていうなんかスウェーデンの子供向けアプリなのかな、これの、まあ、この中でいくつかあるんですけど、うちがよく使っているのは3人のキャラクターを選べて、1人をまず選ぶ選択するんですよ。そうするとテーブルの前にそのキャラ選んだキャラクターが座ってて、左側に冷蔵庫があって、冷蔵庫から食材をチョイスして、右側がキッチンスペースで、右側にスライドすると調理ができるんですよ。でその調理したものをその選択したキャラクターにあーんって食べさせて、でそのキャラクターが食べて美味しかったらうーんっていうし、美味しくなかったらウェーとかウェーとかいう、結構もうこのリアクションが海外的な感じでね、子供はすごい面白いみたいで、しかも自分でこれを調理する、これって焼いたらどうなるのかなとか、作ったら美味しいって思われるかなみたいな、まあ、そういうこう何かを作って与えてその人の気持ちを知るみたいな、知育に少しはつながるのかなと思っている、トカボカジュニアっていうねアプリ、これもおすすめですね。いちごとかを焼くんですよ。焼いて切り刻んで、それちっちゃくなっていちごをあげたりとか、あとはこうミキサーみたいなのがあって、そこに野菜とか生魚とか入れて、あれこれ入れて飲ませるんですよ。ごく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 ってストローで、そうウェーとか言ったりして、これ、ああ美味しくなかったんだねとか、じゃあ次もっと美味しいの作ろうよって、これもまたなんかこう親子で一緒にあの料理体験ができるので、うん、これもおすすめかなと思います。あとはまあ私もね、あと主人もあのパパもゲーマーなんですけど、今家族で流行っているアプリがマッチファクトリーっていう、ひよこのイラストのアプリかな、マッチファクトリーっていうアプリなんですけど、これはなんかこう3つ選択すると消せるっていう、まあ、単純なパズルゲームっていうのかなみたいな感じで、例えばバスケットボール、ベースボール、アメフトのボールみたいな、なんかボールがわーってその画面上にあって、同じのを3種類消していく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 みたいなっていうゲームで、アプリで、これがね流行ってるんですよ今我が家で。でまあパパが最初ね、ポチポチやってたんですけど、それが何それやりたいってなって、子供たちがやるようになって、まあ一人がやるとねみんなやりたくなるんですよね。だからもう各自このお下がりのスマホとかタブレットとかにダウンロードして、マッチファクトリーみんな各所で、じゃあみんなで やったらいいじゃんみたいな感じで、最近はそれがブームかなってなってますね。まあそんな感じです。まあどんどんね便利なアプリとか、まあ子どものね ゲーム向けのアプリとか、チークっぽいのとか増えてってるので、この最初の子を出産した時よりもなんかはるかに増えた気はするし、なんかゲームの種類とか子供が喜ぶものが本当増えたなっていうのは感じます。だからこれから、まあ、どんどんそういったものも増えていくだろうから、まあそれはそれで楽しみですね。私がやりたいじゃんみたいな感じになってるけど、でもまあ一緒にこう子供と一緒にゲームができるっていうのは、まあ私の夢ではあったので嬉しい限りでございます。まあそんな感じで、まあまずはあれですね、授乳ノート、これはぜひ結構聞かれることが多いので、この授乳ノート、授乳を開始すると今何人の人が授乳してるっていうのが数字が出るんですよ、何人って。でそれが1000何人の時もあれば600何人の時もあったりして、でこれがね夜中授乳するとき、まあ 2,3 時台と明け方の 4,5,6 時台に
授乳をする時って結構孤独なんですよね。眠いし、で夜の状態なので部屋も暗くしてる状態で授乳するとちょっとこう眠気と孤立感と孤独感を感じるし、あ今日もこの時間だみたいな、ちょっとスンと落ちる瞬間があるんですよ。だけどその時にこのアプリを開いてると、あでも今600何人の人が頑張ってるんだなとか、同志たちよみたいな感じで、そのアプリを利用して使ってるよっていう人たちがそこに出るから、人数がなんかそれだけで結構私としてはこう気持ちの支えになっていて、よし一緒に頑張ろうねみたいな実際ね、みんなお母さんたちそうどう思ってるか分かんないんですけど、そうっていう感じのアプリなので、これはねぜひおすすめです。ぜひ使ってみてください。はい、ということで、もっともっとねたくさん、質問をいただいていたんですが、ちょっと今回はここまでにしたいと思います。またね質問募集もしますし、残っている質問をね別の動画でもお答えしていきたいなと思っております。ということで今日はご質問ありがとうございました。妊娠育児について質問にお答えさせていただきました。また次の動画でお会いしましょう。それではせーの、ヘバナー。ヘバナ。